ヒラの仕様の新たな姿にファンの賛否両論、インスタでの素顔が明かされる。こんにちは、皆さん。ヒラの仕様ファンの皆さん、そして新たに興味を持った方々、お読みいただきありがとうございます。本日は、元キングプリンスへの平野仕様さんがインスタグラムを通じて、ファンとの交流を深め、新たな姿を披露していることについてお話ししましょう。7月7日、 平野紫耀さんは滝沢秀明氏が立ち上げた株式会社とべに合流することを発表し、同じく元キングプリンスへの神宮寺ゆ太さんと共に再デビューを果たしました。このニュースはファンにとって嬉しい驚きとなり、彼らの再デビューは爆発的な人気を呼び起こしました。平野さんのインスタグラムアカウントも再開し、 そのフォロワー数はわずか数日で309万人を超えるなど、その人気は衰え知らずです。著名な著名人も彼のアカウントをフォローするなど、その影響力は大きいことが伺えます。一方で、平野さんのファンとの交流がますます活発になっています。彼はインスタグラムのストーリーズ機能を駆使し、ファンから寄せられた質問に対して率直に答える姿勢を見せています。 その質問には様々な内容が含まれており、平野さんのユーモアと親しみやすさが現れています。例えば、ファンから寄せられた香水のおすすめや汗についての質問には、ユーモアたっぷりに答えています。また、遊び心ある質問にも応じ、そのファンサービスぶりは、神対応、とも言えるでしょう。 このファンサービスに対する歓喜の声が SNS 上で広がっており、平野さんのファンたちはその姿勢に感動しています。しかしながら、一部のファンからは驚きや戸惑いの声も聞こえてきます。以前、金プリ時代には個人アカウントを持たず、プライベートな部分をあまり公にしなかった平野さん。それゆえ、 彼がインスタグラムでの質問返しで見せるフランクな一面に一部のファンはイメージが崩れる違うイメージだったと感じるようです。こうした賛否両論の声が上がる中、長年平野さんを応援してきたファンたちは通常営業だと主張し彼の変わらない魅力を称賛しています。インスタグラムでの新たな姿勢が 彼の天然なキャラクターをさらに際立たせたのかもしれません。最後に、平野志耀さんは、みんな今日もありがとう。返せなかった子もごめんね、と、優しい言葉でファンに感謝の気持ちを伝えています。彼のインスタグラムでの新たな一面に触れ、ファンの間で賛否が分かれる中、彼の魅力とファンへの思いが感じられる瞬間でもあります。 平野紫耀さんのインスタグラムでの新たな姿勢はファンとのつながりを深め彼のファンたちにとって特別な時間となっています。今後も彼の活動に注目し彼の魅力をさらに発見していくことでしょう。どうぞ平野紫耀さんのこれからの活動に期待しましょう。また新たなファンの皆さんも彼の魅力を存分に楽しんでください。ありがとうございました。